お嬢、どうか無茶はしないでください。この世界から不要な悪を間引く者、それが伐採師としての自分の裏の顔ですから。自らの利益のために罪なき者たちを踏みにじる、なんとも性根が腐った匂いが鼻につきますね。子供が喜ぶので、この間はウサギを掘りましたね。穏やかな一瞬がいつも以上に身に染みるのは、やはりお嬢が隣にいるからでしょうか。自分はただただ光を、あんたを怪我してしまうことが恐ろしいんです。正直、あんたに目を奪われたのは一度や二度ではありません。全てが自分には神聖で眩しく見えます。